ソケットとは、電球あるいは、類似形状の照明用電気器具を電気回路に接続するための接点を構成する、電気部品のうち、目型のものを指す。お姿型のものは、プラグという。日本工業規格ではねじ込み、ランプソケットと、国際電気標準会議規格では、エジソンスクリューランプホルダーズと呼ばれる。E は、ねじ式の口金を指す。数字は、 金属接点の直径を表す。耐震性を要求される場所では S、すなわちスワンベースを用いる。英国では普通の電球にもスワンベースの電球を用いる場合がある。以下に IEC6238 及び JISC8280 が規定するソケットを列挙する。黒丸はその規格で規定されていることを、ハイフンは規定がないことを示す。 日本で特に一般的なものは E26、E17、E11、E12、e、などである。ABGIS-C8280、ねじ込み、ランプソケット1999年制定、2014年改正、東芝 LED 電球を取り替えいただくにあたって、知っておいていただきたいこと東芝ライテック、2016年10月28日、閲覧。ありがとうございます。